おっすさあさあ何も考えてないでそう思った。なんか今のままねここ最近あの俺らはめられてないけど、うん、そうっすね、うん、なんとなくもう分かってきよう、うん、分かってきよう。あ、入っとんなと思ったらもう喋らんくなるよ。そうそう、いやなんか面白くないんですよ。なんか2人の雑談が取れないっていうのは、うん、なんかもうちょっとなんかディープな話してもらった方が助かるんですけど、ね、ピーが結構あるからね、うん、あ、まあそうですね、うん、ちょっと流せないやつっていうのはね。まあそういうのもちょっと狙いつつ、今日も一問一答よろしくお願いします、はい、大曽根ゆうきさん、はい、井山さん、おいっす。初めてコメントします、はい、いつも楽しく拝見しています、はい、質問です。今のキャラ、面白い感じ、優しい感じと、うん、組長だった頃話し方とか佇まいとか違いますか？よければ昔の感じ少し見せてほしいです。これからも頑張ってください。応援してます。あ、まあでもキャラはね、はい、正直も全く違う。あ、そうなんですね。違う、なんかお前が知っと俺のキャラと、うんうん、若いもんとしてのそのキャラ、やっぱ違う。もう全然違う。もう今みたいにそのこんな感じで喋ったりせんの。うん、ちょっと再現すると、いやーこれもう再現もうしたくないあ、もうしたくないですね、うん、あのね、ヤクザってね、自分を演じるんよ、うん、やっぱヤクザっていうのは、はい、ヤクザのそのさたずまいっていうのがあるやん。で、はい、そのそういう風に洗脳されていくじゃん、自分自身も。だけ自分自身を、そう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 、うん、だけヤクザはこうあらないかんみたいな、うん、そういう生き方に入っていってしまうよ。だけど結局そのヤクザって自分にそのすごい誇りを持つんよね、うんうんうん、でもやっぱりそれって演じとうと、ヤクザっていうの、うん、でその演じとう部分をみんながそ、まあ、あの見とうけん、その知らん人たちがね、要はヤクザ映画でもそうや、あのヤクザってなんか映画の中でのこう佇まいをこうイメージをするやない、うんはい、だけ俺が爆災、爆災じゃねえや、コメントとかそんなんところに、うん、全然ヤクザに見えんやん、は、うん、この人が組長みたいな感じで、うん、そのイメージだけで来るけん、うん、そうなるんやん、うんうん、だけ、やっぱね、ヤクザ潮時のその喋り方であったりとか、そんなんもやっぱりもう今とは全然違う、うん、逆にもう今は全然違うじゃないですか、辞、うん、めた瞬間に変わるもんですか、それともやっぱり1ヶ月ぐらい引きずったりとかするんですか。1ヶ月しちゃ言わんやったね、俺は。もっと引きずってますよね。1年以上はやっぱりその例えばちょっとしたことでさ、はい、なんかその仇の人からもしバカにされたらよ、はい、実際統一の人生狂わせぐらいって簡単や、うん、はっきり言ってね、うん、本当に本気になった時に、あ、こいつ追い込んでやろうかいなって、うん、って思った時に人生狂わせぐらい簡単なんや、うん、でもそれが絶対にできんわけや、うん、特に会社の人間、俺は会社に属しとったけどね、うん、ってなるとやっぱり会社の顔もある、うん、たら、あ、くそーってっていう部分は、その時はなんかこのクソって思っとったことも今考えれば、ああ引きずっとったねって、あーあー、そういうことね、あ、そういうふうな考えになることもちょっと引きずってはいたんだなって、ああなるほど、うん、なかなか取れんやもんね。いや、そうですよね、取れんよ、だって十何年でやっぱしよったじゃけん、うん、やっぱそう簡単にやっぱ取れんよったよ、うんうん、でね、やっぱ役座辞めて、俺から面倒見てもらえた人間っていっぱいおるわけやん。で、やっぱお中元お歳暮どっさりやっぱ来るとよね、うん、でも役座辞めて帰ってくるやない、もう本当に俺を慕った人間しかもうこんくなるでね、うん、だけどもうその俺の力を利用してその集まってきよった人間もやっぱりいっぱいおるわけですね、うん、だから役で辞めた時に本当に、あ、集まってくる人間たちが、あ、こいつらが本当になんか俺を好きで追ってくれた人間じゃねってのもよくわかるし、本当ね、離れていく人間もすごい多いよ、役が辞めたっていうだけで、まあでも、まあそれはそれでいいっすよね。そうそう、分かりやすい、うんうん、人間の断捨離ができましたね、うんうん、あ、藤本喜太郎さん、はい、私は公立中学校の教師です、はい、もし湯山さんが中学時代に帰れるとしたら教師に何を求めますか。私は34年間も教師をしてきて、うん、一度たりとも楽しいと思ったことがないのです。うん、教師がこんな状態でいわゆる反社会的行動のある生徒たちの生徒指導ができるわけないと思うのです、うん、生徒たちの中には家庭に恵まれない子たちもたくさんいます。このような子どもたちが教師に求めていることって何でしょうか。教えていただければ嬉しいですと。これね、正直ね今の時代で言うと、はい、教師に何か求めとう人ってあんまおらんのじゃない、まあ、正直、うん、これ親は確かに求めとう部分があるとよ、うん、でも求めすぎとっちゃう。なんでかって自分たちが教育しきらない、うんうん、はっきり言ってね。だけど誰かのせいにしたいとよ、親も、うん、で
先生たちも親のせいにしたいでよ、うん、もう言うたら子供たちに何かこう問題を起こすようであれば、なんかもうなるべくこう何遠ざける遠ざけるっていう風なやり方しかできんやない、うん、っていうのがもう今のこの社会やけんそれができんくなっとうわけよ、うん、SNS が普及しすぎたけ、うん、もうすぐに拡散されるやん。だけまあ本当にね今のね教師はね面白くないやろなと思う、うん、ちょっとなんかあればすぐ叩かれるネットでね、うんうん、でも実際生徒が少々のことやったら少々のことしたところで、うん、いやいやそれは子供やけんって、うん、って言うてまたすぐ流されるやん、うん、だけど本当にね今の教師はね面白くないやろなと思う。本当にこう心で何言葉でこう一生懸命訴えかけてもさ、それがまたダメって言うんですね。そう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 、結局それをまた言ってで今度また SNS であの先生うざいって言うのが始まるけん、うん、本当にこれはねもう社会的に、うん、かなと思う。だけどそのうちよ学校っていうのも、うん、もうこの今のコロナが始まって、全部なんていうのリモート、うん、っていう風な形になってくるんじゃないっていう風な俺は気がするけどね。もうこんだけね本当にね教師がねいろんな意味でなんか必要とされてないような世の中になってきよったら、うん、逆にリモートの方がいいのかなっていう風にも思ったりもするもんやっぱ、うん、まあそれでねその家族と時間が増えて、うんうん、だけど物は言いよったよ、それもできるし、うんうん、でもそれもできるけど結局その会社勤めに入った時に人間社会のその何いろんなものをほら集団行動とかそういったものを知らん子供たちがまたどん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 増えてくるやん。だけどいろんな部分でのねいい部分もあれば悪い部分もいっぱい出てくる。でも世の中は悪い部分ばっかりしか言わん、うん、それはこんなもん。だけどまあその先生が三十何年間まあ、仕事をしてきて全然その楽しいと思ったことがないっていうのはその、まあ、話は変わってしまうけどそれに関しては本当に教師をやりたいと思ってやってないけないとっていうふうに感じるけどね。やろうと思って本当にあやりたいなと思ってそこに飛び込んだら結局自分が楽しみたいって思わんとそんなも楽しめるはずがないけど、うん、例えばいろんな問題が生じました。でいろんな問題を処理するごとに俺はこういうふうな形で訴えかけたい。でも、うんでそれがうまくいかんやった、うん、でそこでちょっと諦めてしまったんじゃないかなと思うよ、うんうん、本当にその楽しもうと思ってその教師の世界に入っとったら絶対に楽しみは自分で作っていかんと人が作ってくれるわけじゃないし、ね、で、楽しもうと思ってなくてただ教師の世界に入った要は公務員っていうだけでねで入ったって言うんであればまあそりゃそうよねって思ってしまう、うんうん、まあこういう先生になろうって決めればまたできんすか、うんうんただね、やっぱほらこういう先生になろうって思って行くやんか、うん、行ったら今の時代で言うとうぜえって多分言われると全部ね、やっぱり逆説でね、やっぱね教師ってすごいね、うん、今大変だろうなと思うよ。まあもう一回ね、3年 B 組金八先生1話から見ましょう、うん、ある問題よ今の時代で言うとだけ問題なんよそうそうそう、いやいや熱血なんでね。まあでも言うてまあ中学校高校とかだったらね親の次に身近な大人ってやっぱ先生なんでね、うん、ね、うん、まあそこは先生がねやっぱりこうもうちょっと熱くあってほしいと思いますけどね僕は、うん、まあこれアンチではないと思うんですけど、うん、花田大作さん、はい、ひねくれずに真面目にコツコツ生きてきた人間は刑務所なんて入りません、うん、まあこんな真面目なコメントしてもスルーでしょうけどねといただいてます。ちゃんとスルーしませんでしたよ。スルーしませんでしたよ。ありがとうございますコメントいただいて。まあコツコツとやってきた人は刑務所に入りません、ね。まあ真面目な。まあ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 でもそれはそうよな。まあまあそうですね。うんうん、まあ当たり前やったけん、もうスルーしようか。その通りです。Step by step, the clock is ticking.